京本は「ハッシュタグ伝説の新年会」実現しました。しかもハイドさんまでとつづり、1枚の写真を公開。そこには、ストーンズのデビュー曲、「イミテーションレインを作し、作曲した、エイクスジャパンの YOSHIKI、L110 インオフアーク ENCL のハイド、俳優の生田斗真39がピースサインでポーズをとっている。すごいメンツに京本も、マジで、夢のような時間だった。 よしきさん、ハイドさん、トーマくん、お忙しい中ありがとうございました、と体感激。さらに、この感じを経験したら、もう怖いものはないと、段取りした自分をねぎらった。またいくたも別カットの写真を投稿し、タイが聞こえるか、お二人とも、すごくいい香りだったよな。素敵な夜をありがとうと京本に感謝。さらに、ええ、俺緊張しすぎじゃない、と自身に突っ込んだ。 京本は昨年12月24日に x を開設。吉木ら京本をフォローした有名人がネットニュースになり、その際幾多が、大我のおかげで吉木さんと同じ画面に収まれました。ありがとうと感謝していた。これに京本が、吉木さんとご飯に行ってガチガチに緊張してる東馬くんが見たいです、と返信すると、幾多が、大我、俺は間違いなく緊張で動けなくなる。絶対セッティングしたらダメだぞ。 いいな、絶対にセッティングしたらダメだ、ダメだからな、押すなよ、と続け、ひそかに食事会を、要求。念願かなって新年会が実現したようだ。X では、伝説の新年会がトレンド入り。4人のファンが、人脈すごいなお茶吹き出す豪華さで、すごい夢のようなメンバーで、伝説すぎる豪勢じゃないんだ。絵面が強すぎると感動していた。ストーンズ松村北斗。 質感にこだわった黒コデでシックに上白石萌音と表紙飾った、アンアン発売 W 主演映画への思いや互いのキャラクター分析も。人気グループ、ストーンズストーンズの松村北斗さんと俳優の上白石萌音さんが表紙を飾った雑誌、アン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 マガジンハウス2383号が1月31日、発売された。二人の持つ高貴な美しさや落ち着いた雰囲気を最大限に引き出すため、 ブラックの質感にこだわって撮影が行われ、表紙ではマットな黒のタートルニットに身を包んだシックなスタイリングで、凛とした表情を見せている。黒のツヤ感を意識したジャケットを着用した撮影では、洒落たクラシック映画のようなモダンな世界を表現。役者同士ならではの、表情豊かなソロカット、バディー感が際立つツーショットが掲載される。インタビューでは、松村さんと上白石さんがダブル主演を務める映画、 夜明けのすべて三宅翔監督2024年2月9日公開で2人が演じた役柄とその距離感をどのように表現したか作品作りにかけた思いを語るさらに監督との心温まるやりとりを明かすほかお互いのキャラクターを分析する掛け合いも披露する同号にはスペシャルエディションもありテレビアニメ「呪術廻戦」の人気キャラクター伏黒恵が表紙を飾る ストーンズジェシー、ヒカキンの結婚祝いで焼肉へ、粋なサプライズも。ストーンズのジェシーが、30日放送の日本テレビ系、午前0時の森、月曜火曜日夜11時59分からに出演。ユーチューバーのヒカキンの結婚を祝ったことを明かした。ジェシー、サプライズ好きを告白。誕生日などのお祝いについての話題が上がると、サプライズ好きを明かしたジェシー。いろんな人の誕生日を気にしているのか、 を問われると僕は連絡先の登録の名前の後ろに誕生日を書いてあります。2日に1回ぐらいチェックしてメッセージを送ったりして、お店も時間が合えば予約すると知人や友人の誕生日を逃さないようにする方法を話した。ジェシー・ヒカキンの結婚をお祝い。そして、ジェシーは、こないだヒカキンさん結婚されたじゃないですか。 お祝いで2日前に焼肉屋さん行ったと今年1月1日に結婚を発表したヒカキンを祝ったことを告白。サプライズの段取りはいつも事前にきちんと見せと話をするそうで、その時は肉の塊とかプレートにメッセージでお祝いをしたと明かした。